イエロー・オールス。中島加や子は他者との関係性をテーマに、家や壁を用いて、分かり合いなさの体験を作り出している作家です。会場に入った人は、視界を遮り、立ちはだかる壁を体験することになります。この壁は、黄色い壁紙で覆われており、鳥や植物の文様が与える優しげな印象と、室内の感覚の一方で、 非日常的な圧力が迫ってくることも感じさせます。この壁紙は初期フェミニズムの代表的文学作品とされるシャーロット・パーキンズ・ギルマンの短編、黄色い壁紙に着想を得ており、家の内部に満ちる圧力を外側に反転して環境に見せているのです。壁の一角には2個のドアベルがついていて、片方のドアベルは押してもなりません。 しかしもう一つのドアベルを押してみるとベルの音が室内に響き渡ります。この二つのベルは何を意味しているのでしょうかそれは私たちがこの黄色い壁をどう捉えるかによって違ってくるはずです。それが家族や親しい人であっても他人との間には分かり合いなさが存在しています。作家はそのことを目に見える形にしていますが 一方で一見動かしようのないように見えるこの壁は容易ではありませんが力を加えれば少し動くように設計されていますここには人々を隔てる壁の圧力と壁を壊すことへの微かな希望の兆しも込められているのです会場では壁に手を当てて押してみてください一人では難しくても 何人かで押してみたら、動くかもしれません。